はい、先生、です。この一般的には知られてない体の秘密や可能性を楽しく紹介させようと思っております。はい、本日なんですけども、お尻を使って走るために必ず知ってほしいことについてね、紹介させていただこうと思っております。お尻っていうとですね、大臀筋だったりとか、ハムストリングスの上部だったりとかですね、このあたりっていうのは、足の速い人、走るのが速い人がすごく発達している場所で、まあ、この辺を使って使えると、まあ、速く走れますよってことがね、よく言われてまして、まあ、そういったね、お尻を使って走りましょうってことがよく指導されてるわけなんですけども、なかなか分かっちゃいるけど、うまくいかないって方が、ね、多いと思います。そういった方にですね、ぜひともね、今回の内容ですね、今回の知識がしっかりとあるとですね、お尻を使いやすさがぐっと上がりますので、なんでお尻が使いにくいのかなってね、悩んでる人はですね、ぜひとも今回の内容を理解していければと思っております。前半こちらのボードで紹介させていただいて、後半実際に事前に紹介させていただきますので、最後に見ていただければと思っております。では始めていきます。はい、ではやっていきます。お尻を使って走るために必ず知ってほしいことですね。一体それは何かというとですね、これです。お尻を使いやすいのは一体どんな角度、股関節がどんな角度になると使いやすいのかですね。実はですね、股関節の角度、まあ、設置の瞬間です。お尻を使うってなると、まあ、設置の瞬間にお尻がダンって使えると、こう足をね、地面の方向にグッと蹴っていけるんで、まあ、速く走るわけですけども、この設置の瞬間の、この股関節の角度です。ここですね。この、ここです。ここ。ここですね。ここの角度がですね、大臀筋、ハムストリングスの上部を使いやすい角度が、みんな違うっていう点なんですね。まあ、よくね、力学的な話で出てくるのは、まあ、伸長してる方が、ある程度伸長してる方が強い。まあ、伸長しすぎると使いにくいけども、まあ、長さ、張力、曲線の関係で筋肉っていうのはある程度伸長、テンションが上がってる方が使いやすいっていうので、まあ、ちょっと股関節曲げてる方がいいですよ、みたいな。とかはね、よく言われたりするんですよね。短縮域に持ってかれて短くなってしまうと使いにくいですよ、とか言われたりするのは、まあ、力学的にはそうなんですけれども、実際にはですね、そうとも限らないですよ。みんながみんな、この、屈曲位が使いやすいかというと、そうではなくてですね、実はですね、このお尻を使いやすい角度っていうのは人それぞれ違います。で、あなたの特徴があるんですよ。屈曲位で使いやすい人、ちょっと曲げてる方がいい人、まあ大体ほぼまっすぐ、後ろに蹴り出してるところで使いやすい人、こうみんな違うんですよ。で、こっからが問題なんですけども、これをあなた自身が知ってる必要があるんですよね。知らないと、一体じゃあどんなことが起こるかというとですね、例えばですね、こう曲げた角度ですね、こう前傾、この屈曲角度が大きい方が大臀筋ハムストリングスが使いやすい人はですね、実はこの前傾の時間を長くすればするほどにめちゃくちゃ強く走れます、これ。逆に、体をこの人が起こしていくとですね、実は腰に入っちゃったりとかして、このお尻の力使いにくくなってしまうんですね、こういう人って。そうすると、この人がガンガン起こしていって、もう体をまっすぐに起こそうとかしていくと、どんどん力抜けていて、なんだかわからないけど、体を起こしてから加速がうまくいかないとか、足が流れてしまうみたいな現象が、めちゃめちゃ起こっちゃうんですよ。そういった場合はですね、実は起こしても起こしきれに切らない。まあ、ちょっと加減した方がいいっていう形なんですよ。よくね、まあ、陸上競技では体をまっすぐにして、まっすぐこう踏んだ方がいいってよく言われますけども、これ必ずしもそうではないです。人によって得意な角度があります。逆にこう、まっすぐがいい人ももちろんいるわけですよ。まっすぐの方が大臀筋ハムストリングスが使いやすい人。ここで一番力を発揮できる人がいるんですね。そうすると真下に設置するような走り方になるわけですけども、ここが得意な人がですね、前傾でお尻入れようと思うと入れづらいんですよ。まあ入らないわけではないですけども、入れづらいので、じゃあ前傾をできるだけ長く保ちましょうっていうのは、まあ一個ね、これから起こしちゃうと加速しないっていうのはよく言われますけども、前傾苦手な人が前傾意識しすぎると、逆に起こした時の弊害につながるので、そんな人はもうスッとね、起こしに行った方が早く走れるわけですよ。まあ、ウサインボルトとかもそうですね。まあ前傾の時間はあんまり長く持たなくても、実は早く走る。まあ最高速乗ってから後半勝負みたいな方は、実はこっちにこだわった方がいい可能性が実はあるんですよ。無理にここを頑張らなくてもいいみたいな。で、この、こういうタイプの人もいるんですよ。こういうタイプとお尻を後ろに行かないとうまく効かない人っているんですよね。こういった人っていうのは、真下へ設置しましょうとか、前さばきの走りっていうのが、もうそもそも苦手な人なんですよ。こういう人たちって。ごめんなさい。お尻を進展方向になった時にやっとお尻で働くみたいな。この屈曲位でも働きに行くみたいな。この辺でも働きに、この辺でも働きに、ここまで行くとめっちゃしっかり働くみたいな。で、こういう人が前さばきの走りとかやろうと思うと、この苦手な、この辺のフェーズで走るわけになるので、最も大臀筋が使いやすいところが使えないんですよ。まあ、こっちの方がね、足の回転が速いからっていう事例で、まあ、こうやってやったりするわけですよ。そうすると、力がうまく伝わらないので、こういった人は若
か後ろ目に、まあ、足が若干流れてるように見えても、一番力が入りやすいポジションが実はこの辺にあるみたいな。そうすると、トータルとしては、こっちの方が速く走れたりとかすることが、ね、あるわけですよ。まあ、こっちのメリットとこっちの メリットを比べたときに、実はこっちが上回っちゃうことが全然あるんですよね。でそういった自分のお尻の特徴ですよね。どの方の、どのぐらいの角度だと自分は得意なのか。これ厳密に1点なわけじゃないですよ。こっからこのぐらいが得意とか、この辺得意とか、この辺が得意とかね、この辺が得意とか、人によって違います。で、めっちゃいい人とは、まあ、全部得意みたいな人もいるんですよ。すごく広い範囲で得意みたいな人もいたりします。まあ、そういうふうに、まあ、エリアでね、この辺、この辺みたいな、この辺の角度で得意みたいなエリアがあって、その辺のエリアをなんとなくでもいいので、知ってると、あ、自分はちょっと前傾意識していった方がいいんだろうなとか、自分はあんま前傾意識しすぎないで、まあ、苦手なところは、まあ、うまくね、ロスしないでスッと起きていった方がいいんだろうな、みたいな感じで、持つことができるわけですよ。前傾苦手な人が前傾すると、まあ、大体前ももに力んだりとか腰力んだりとかして、もうまず走れないですよ。その時点でアウターにガンガン入っちゃうので、その人がガンガンアウターでアウターってなってきて頑張って強みのところを起こしてきた時には、もうすでにいろんなところ力んでてうまく走れないみたいなことが起こっちゃうので、もう前傾の時はできるだけスムーズにロスせず行って起こしてから勝負みたいなイメージに持っていくことができますし、前傾で入る人はもうスタート勝負で前傾でガン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 行くみたいな感じですね。そこから起こしていくときはちょっと最新の注意を払わないと、起こしすぎると体のけぞって腰に入っていきなり減速するみたいな。体を起こした瞬間に急に減速するみたいなことが起こっちゃったりとかするので、自分の特徴ですよね。自分がどういう特徴を持ってるかっていうのをしっかり知って、それに合わせた練習をしていただけるとですね、非常に効率が上がりますので、それをですね、しっかりと知っていただければなと思っております。はい。そしたらですね、実際にあなたのお尻の使いやすい角度を調べる方法ですね、やっていこうと思います。はい。ではですね、実際にやっていこうと思います。設置の時に、お尻ですね、ハムストリングスの上部、お尻、大臀筋ですね、それが使いやすい場所は、屈曲位で使いやすいか、ちょっと起こしたところで使いやすいか、まっすぐで起こしやすいか、でも、伸展で起こしやすいかっていうのは、人によって違うわけですよ。それを、ぜひともね、調べていただきたいんですけど、調べる方法ですね、ギャスパッドですね、この、いつもの股関節でお辞儀して、起こすっていうね、まあ、うちでもよく紹介している練習なんですけども、これの、やりやすい角度を調べていただきます。でやりやすいっていうのは、具体的に言うと、前ももと腰が力まない角度ですね。で、そのエリアがどこにあるかです。例えば、深いのが得意な人っていうのは、深いところが楽で、この辺楽みたいな。この辺が最も楽にスムーズに動かせるみたいな感じで。とか、もうちょっと大きい人は、この辺が楽に動かせるとか、もうちょっと大きい人は、この辺が楽だとか、進展方の人は、もう後ろが楽だみたいな感じで。もちろん、この一箇所だけじゃなくて、まあ、大体これぐらいのエリアで大丈夫だなーって人もいれば、もうなんか、ここだけしかダメだなとか、もうほんと一点ここしか効かないみたいな人もいたりします。まあ、そういったエリアを探していく。前ももと腰が力まないで、スムーズに気持ちよく動かせるエリアは、自分は見て、このどの角度なのかなーっていうのを調べてみてください。でその角度が前傾に近い、この曲げているところ、あんま起こすと腰に入るみたいな人っていうのは、おそらくこれぐらいの角度だと走るわけですよ。ただ体を起こして、前を起こした瞬間に腰に入って、お尻力入らなくて、前ももに入って、足流れるみたいな現象は起こりやすい人なので、前傾これぐらいが得意な人は、体をこうやって走ってきて起こした時に、あんまり起こしにくいイメージ強いと、結構走りにくくなっちゃうので、ちょっとこの起こすときに気をつけるか、もしくは、ちょっと気持ち前傾気味で走るイメージを作るのも一個ありです。結構ね、垂直に設置しないといけないので、体を軸でまっすぐまっすぐってイメージして走る人いるんですけども、そもそもここが苦手な人がいてはりますので、そうなると、これがね、デメリットで腰に入って抜けることが出てきます。逆に、例えば、これですね、垂直に近く、この辺が得意な人、この辺が得意な人っていうのは、設置が、まあ、この真下方向の設置が得意なわけですよ。ただ、前傾のスタートとかになると、前の森筋だりとか、腰が入ったりとかして、うまく走れない、スピードが乗らないみたいな感じになりますので、そういう人は、前傾で走るのに、あまりこだわりすぎない方が、まあもちろん前傾の方が有利な部分ももちろんあるんですけども、前傾みたいな意識して、アウターでしっかりせっかく得意なところに行っても、得意なところに行った時はもう時すぐに遅しみたいなことが起こっちゃいますので、そういう人は、前傾の時には、できるだけね、そこまで頑張らなくて、スッとね、あんまり前傾取られずにスッとね、得意なところに持っていくと、そのまま、流れで加速していくことができるんですね。で、後ろですね、後ろが得意な人。この人見てるんですけど、後ろが得意な人は、
もうこの辺、これぐらいともう腰力みたいな、前も力みたいな人っていうのは、もうここしかないですね。で、ここしか得意じゃない人は、もうこういう走り方、もう足が結構、後ろへ流れていくような走り方で、一番実は力が入る人がいるんですよね。そういった人って結構こう、跳ねるようにこう、なんですかね。いわゆる走りのセオリーですよね。この前さばきでとか、しっかりと真下方に設置してとかいうのが、もうそもそも難しくて、この辺に設置しようと思うと、めちゃくちゃ膝削れたりとか、腰入ったりとかして、もうこの辺の設置のイメージがですね、めちゃくちゃやりにくくなります。もうそういった人は、設置のイメージをそもそももう、ここみたいなイメージであればやるほどに、逆に重心高くなって、この辺の、ね、崩れも減って走りやすく、まあ、結果的に、ね、体が垂直に近くなるみたいなことが起こったりしますので、あなた自身の得意なエリアをある程度知っておくっていうのはめちゃくちゃ重要です。じゃあこのエリア変えないのかというと、 ある程度変えれます。それはですね、やり方としては、今さっき紹介してもらったのリアスパートですね、これの得意なエリアでしばらく練習してみてください。できるだけ腰近いで、できるだけ前も近いでないで、リラックスでやってもらいます。すると、やってるとですね、お尻あたり、この辺が使いやすくなるんですけども、使いやすくなってくるとですね、自然に、この腰が力むエリアは減ってきます。減ってきます。言い方がちょっとありましてね。使えるエリアが広がります。最初はですね、まあ、この辺しか全然使えないなって人がやってるうちに、あ、この辺ぐらいまでいけるなってきたな、みたいな。あ、やってると、あ、なんかこの辺ぐらいまでいけるなってきたな、みたいな感じで、エリアが広がってきますので、広がってくれば、得意なエリアが、まあ、ここもここもここもこれぐらいまでいけるぞ、みたいな感じで、ちょっと広がってきますので、そうなってくると強みの部分がね、余計広がってきますので、自分の強みを知って、知っておくってことプラス、強みのエリアを広げていく、この二つのね、戦略を取ることによって、お尻出しの方をね、どんどん高めていくことができますので、ぜひともね、練習していただければなと思っております。まあ、かなり重要ですからね、これ。本当に走りのセオリーってめっちゃありますよね。主速は前傾する、最高速は体をまっすぐにするみたいな。こうやってあるんですけども、人によって好き嫌いって得意不得意がめちゃくちゃありますので、そこにもうセオリーに縛られすぎるとですね、自分の強み活かせなかったりしますので、自分はどっちが得意なのかなーっていうのを分かって、得意なところはしっかり伸ばす、苦手なところはいかにその苦手を補うような、工夫をするか、そこに、うまく集中して練習していただければと思っております。はい、ということで、今回の内容はさせていただこうと思っております。ゆるむ先生です。Twitter、Instagram もやってますので、チェックフォローよろしくお願いいたします。まだですね、オンラインスクールの方も営業してますので、もっとね、詳しい内容知りたいとか、体の秘密がもっと興味あるなって方はですね、また概要欄貼ってますので、また覗いていただければと思っております。ゆるむ先生自身はですね、大阪にありますので、直接来ていただければ、あなたの体の状態をしっかりと分析して、あなたがね、伸びるための、道筋ですね、今何をすべきなのか、何をしてはいけないのか、考えて、メニュー組んだりとかできますので、興味ある方はですね、ぜひ大阪までいらしていただければと思っております。ということで、今回はですね、これで以上にさせていただきます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。